買い物券何使いましょうかね。1000円当たったんですよ。500円で1000円もうた、めちゃめちゃラッキーじゃないですか。そうそう、それはどこで使えるんですか。こちらですね、ちょうど駅前の商店街で、ああ松本清とか帽子屋薬局とか五大ドラッグとか薬局屋ばっかりやん薬局ばっかりやん嘘ですよ、あのドトールとか行けるし、まあ1000円やしね、このロケで使っときたいからね。ですね、もうちょっと軍資金として1000円とティッシュももらってありがとうございます。さあ今2名ビオロギーしておりますが、誰か食いついてくれへんかな。もし食いついてくれたらこのね1000円プレゼントとかでも、ああいいですね、ありですよね、せっかく取ったんでね。続けてやってみましょう。何あれって言ってましたね今ね言ってましたね。いやこれ絶対ねやればおなじみになりそうな気がするんですよ。またやっとうぜってなるかもしれない ね。そうなんですよ、ノリエルではないですけども、うちは効果やっぱ大きいね、インパクトが、ね、これなかったらおっさん2人ありてるだけだからねほんまそうですよ、なんかやってんぞ。しかもこう繋がった方もね今会えたり、実際ジムに来てるお客さんにも会えたりありましたね。早速どうですか、ロケっぽい映りになってますか。いや最初の出会いとはなぎはもう完全にロケでしたね。あれは良かった、やって良かった、ね、やっぱ何でもやってみるもんね。今姫路をロケしています。いや結構いるでしょ、きっと言うても人通り増えましたね、ここ民法食泊ね、姫路の食泊に行ってまして、お話できたらな思ってますけど、なんかイベントやってたら積極的に行くような感じで、そうですね、イベントをお知らせする感じが今入りやすかったもん ねイベントやっとる人は温かいですね、やっぱり。そう、いやだって今多分瞬間最大風速来たんじゃないですか、あのうるさいやつがなんかやってんぞっていうと思ったらやっぱ食泊へ GO ですね、この流れ。食泊もうすぐですか、これ。もうちょっと歩いて、ちょっと歩いて行くとですね、姫路でイベントやってるということで、全然なんか普通やもんね、ノリエルの時となんか目線が優しいもん。ノリエルの時はまあ格好がもう明らかに、いやいやもうね、お昼の部もロケやったんですけど、ただ単にモーゼの10階でしたねど真ん中でも今日はなんかね、あなんかやってんじゃないかっていう感じのね、はい、リアクションで非常に、あそこ何かやってるんじゃないですか、あれは。あこれ有名な、ここ有名なスポット、これ何ですかね。これあの食パン、食パンの店。ああ生食の、そうそう、あ冬の日ごり、あ今日は閉まってますけど、有名綺麗なお店で美味しそうですね。有名な、あなんか配ってますよ、ね、店塩こくば、塩こくばってますよ。美味しいんじゃないですかね。こちらのパンですか、こちらの。あ、さあ、試食させてもらいます。ええ、パンどうですか。すみません、僕もいただきます。うまっ。うまいですね。うまい。このお店、なんていう名前の。本田さん。本田さん。本田さん。はい。ちょうどライブ配信するんで宣伝しておきますけど、本田さん、お名前本田さんです。間違うんですね、はい、名前は本田さんです、はい、お店の名前がね、生食パンのお店ね、
今試食もできるということで、美味しいパンですね。ある意味食泊なのかな、ここも。そうです、ここもね、違うやろ。いいですね、イベント参加系は。いいですね、触れ合い。